ス選手を起点にカウンターで素早く相手ゴールに迫り、最後はディマリア選手が味方の選手のパスに走り込んで追加点。アルゼンチンが2点をリードし前半を終了、優勝へ大きく前進します。一方2点を追うフランスは後半35分反撃に出ます。 PK を獲得するとエンバク選手の強烈なシュートがキーパーを弾き勢いよくゴールへ。1点を返します。そしてそのわずか1分後、浮き球のパスから豪快なボレーシュート。またしてもエンバク選手の執念のゴールで試合を振り出しに戻し延長戦へ突入します。お互い激しい攻防が続く中、延長後半4分、ゴールキーパーが弾いたボールをメッシ選手が押し込み、アルゼンチンが勝ち越し点を奪います。このままアルゼンチンが優勝かと思いきや、延長後半13分、アルゼンチンのハンドでフランスが PK を獲得。ここでもエンバク選手がきっちり決めハットトリックを達成。決勝でのハットトリックは56年ぶり2人目で、試合は PK 戦へ突入します。まずはフランスの1人目、エンバク選手がゴール左にシュートを放ちネットを揺らすと、アルゼンチンはメッシ選手。メッシ選手も冷静に決め、お互いに一歩も譲りません。しかしその後フランスが2人 PK を外し、アルゼンチンの4人目。激闘の末アルゼンチンが9大会ぶり3回目の優勝を果たし、大会 MVP にはメッシ選手が選ばれました。